メジャーリーグを見ていると時折日本と関係のある選手なのかと思ってしまうような日本の名前がついている選手を目にすることがある。昨年現役を引退したカート・スズキもそうだが、日系と言われる選手にはそのような日本の名前がついていることが多く、現在ニューヨークヤンキースに所属している捕手カイル・ヒガシオカという選手もまさにその日系と言われる選手。家系を遡れば彼もまた日本にルーツを持つ歴史とした日本人の血を継ぐ日系4世の選手だった。4世ともなれば日本の血筋からは少し遠く感じてしまうが、東岡は日本への興味がなかったわけでもない。彼がメジャー初昇格を果たした2017年、当時ヤンキースに在籍していた田中将大や通訳を相手に東岡は日本語の勉強をしていたそうだ。そしてこの頃、日本の言葉や文化には興味があると話していた東岡はピッチャーとキャッチャーという関係性もあり、田中との親交も深かった。2020年に田中がヤンキースを退団する際には、自身の SNS できっと彼なりに覚えた日本語を一生懸命ローマ字で打ち込んだのだろう。今日私は悲しいです。お疲れ様でした。田中さん、あなたは私の一番友達と別れを惜しむメッセージを送っていた。昨年メジャー6年目のシーズンを終えた32歳の東岡というキャッチャー、彼は遅咲きの選手と言われており、長い間控えの捕手としてチームを支えてきた。特に控えとなってしまう要因として考えられるのは金だとまで言われた東岡の打撃力。メジャーデビューとなった2017年は悔しくも無安打でシーズンが終了。その後は控えの捕手ということもあり、試合に出る機会は少なかったため、メジャー初安打を放ったのはデビューから1年以上が経過した2018年7月の試合。しかし待ちに待った東岡のメジャー初安打はまさかのホームランだった。きっと東岡本人は相当嬉しかっただろう。ただもっとすごかったのはこの後。2日後の試合ではメジャー2本目となったヒットをまたホームランで飾り、さらに翌日の試合ではメジャー3安打目を放ったが、これもまたホームランだった。初安打からの3連発には本人も驚いただろうが、ファンや球団も相当驚いたに違いない。メジャー初安打から3安打目まではとりあえずヒットを打てば全部ホームランといった状態。これには球団からも東岡への期待が当然のように高まっていただろうが、最終的にこの2018年のシーズンは打率1割6分7厘という、まだまだ頻打のイメージを覆すには程遠い成績だった。ヤンキースの控えの選手として尽力していた東岡が試合に出る機会が多くなったのは2021年のシーズンから。もともとキャッチャーとしての能力は長けていて、ボールブロックの技術などは特に高く評価されており、ワイルドピッチを出す頻度は平均よりもずっと少ない。守備力の高いキャッチャーとしてチームに貢献し、懸念されていた打撃も年々良くなり、1試合に3本ホームランを打った試合もあった。2022年のシーズンは32歳にしてキャリア最高となる83試合に出場。遅咲きの選手と言われ、縁の下の力持ちのような存在でチームを支えてきた東岡だが、まだまだメジャーの最前線で活躍し、さらなる高みへと上っていくことを期待したい選手でもある。